はい、そのままね、ぶっ続けてんだけどね、なんかまたバトルドロイド次元になってしまいました。で、今回ちょっと変えてね、なんだろう、このヘビーってやつ使ってますね。 E ボタンでなんか一定時間、このミニガンっていうんですか、こういうのミニガンを撃てるみたいなね。で、Q でグレネード、 F でなんかシールド貼れるんだよね。だから自分シールド貼って一方的に撃てるみたいなね、なんかちょっとずるい能力を持ったヘビー使って今回やっていこうと思います。スターウォーズバトルフロント2ベータ1ですね。いやー、でもナブーのこの雰囲気綺麗ですね。を一人やっていく。さ、なんかね、前回はもう右側の方を攻めてたんで、今回左側を中心に攻めていこうかな。まあ、ここね、守ってりゃいいんで、この辺でうだうだやってますか。これ、あれね。あれを守っておけばいい。こっち側からは敵は確か来れないはずなんで、うん、あの辺の木の陰とかで守ってようかな。もう上から見えるんでね、相手のキャラが。見えたらもう出てって撃つみたいなね。こう完全に有利ポジションでしょ、これ。さあ、敵が来ないかな？見えない。さあ、ずっとここで守ってよ。あ、来た来た来た。2枚。あ、そっちにもいんの？あ、来た来た来た。いるぞ。いるぞ。来た来た来た。うい、一人やってく。奥にもいる。奥に。いいやつもやってく。あぶね。結構ギリだな。ライフだいぶ減ったぞ。ちょっと、まあ、ライフ、これ自動回復するのはいいね。さあ、来た。もう一人来たぞ。で、撃って、弾をガシガシ撃って、ヒル足つけていく。ね、敵がね、二人ほど見えたんで、グレネード。で、サクッと出て。これ、街相当有利だぞ。なんか見えるからね、こっちから。普通に。TPS だから。で、ほら入ってくるでしょ？あ、まだいないか。右側からちょっと来られるときついんだけど。さあ、どうだ？敵が入ってこようとしているのか？あ、ボム、ボム来たけど、食らわない。あ、いた！今いたね。はい、ガンガン撃って、倒していく。来ないかな。一応私、スターウォーズはね、全部見てるんですよね。あの、4、5、6見て、1、2、3見て、また4、5、6見て、で、この前、このやつ結構前か。ログ1見て、みたいなね。エピソード、あ、あと7も見てるか。7も見て、ログ1見て、みたいな。アニメとかはね、あんまり見てないんだよね。あの、なんかアニメでもやってるじゃない。あれはあんま見てないんですよ、ね。基本映画だけ。映画、まあ、ゲームはね、スターウォーズ前作のバトルフロントは持ってますね。あのオリジナル。あとなんだ、ジェダイアカデミーっていう、なんか、クエイク3エンジンだから使って遊ぶチャンバラゲームみたいなのあるんだけど、あれはね、相当ハマってましたね。なんかモッドとかで好きなキャラクター追加できるんでね。あの、すごい古いゲームなのに、なんだろう、あの、カイロレン追加したりとかさ。なんかダース・ベイダーとかしかいないのになんか全然、時代、まあ、そっちか。ジェダイ・アカデミーって時代的にはだいぶ後だから、ベイダーとかいないんだ。まあ、その辺のね、ゲームやってました。スターウォーズ結構好きでね、まあ、グッズとかは持ってないんだけどね、ちょっとライトセーバーとか欲しいよね。なんか7万ぐらいするオビワンのライトセーバーがあって、あれがめっちゃ欲しいんだけどね、さすがに買えないよね。この結構ヘビー使いやすいぞ。まあ、シールドをちょっと有効活用して敵を倒していきたいが。なんかね、展開し忘れるんだよね。F キーか、青いとこ。で、ディフェンスポイントがちょっと上がったんで、前に出つつ。まあ、ストームトゥルーパーがね、もう来ないっすね。確か次この辺だったはずなんだよな。あ、いた。いますね。どうしようかな。どうしよう、進もうかな。お、なんか、強化型バトルドライバー。いた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 。あいつを、あー、シール展開してるー。俺も展開するー。あ、そうそう、こういう感じね。
まあ、今あんま意味なかったかな、展開する意味。さあ、ここで、ただここら辺にね、出てくるはずなんだけどね。まあ、ちょっとここで、うだうだやってますか。お、いた！いたいたいた。はいはいはい。はい、倒してくる。まさかこんなところに、うわ、やば！ 3 人はまずいな。ちょっと逃げよっかな。ボム焚きつつ、敵を、あー、ダメか。やられちゃったね。さあ、ヘビーを使って。まあ、今回もね、ちょっとヒーローを使いたいんでね、ポイントは温存しておきましょう。まあ、乗り物とかもちょっと乗ってみたいんだけどね、まだいいかな。なんか、ずいぶん前線の後ろに出てきちゃったけど。おお、びっくりした。おお、びっくりした、びっくりした。しかも、2かよ。ギリギリだな。こんなとこに敵がいるとは。まあ、たまにね、ポツンといるんだよね。裏取ってくるやつが。油断してるとやられちゃうっていう。さあ、オブジェクト、適当にグレを投げ込んでいく。まあ、リロードが、あれ投げてないのね。さあ、おい、いてててどこわかんない。多分左の後ろだけど、見えない。あそこね。一応撃っとくよ。おし、倒した。いて、どこだ。上かな、もしかして。上強いんだよね。どうしようもできない。さあ、横からディフェンスポイントまで。あ、あれ、落ちたやつだな。いた。ボム投げて、さあ、撃っていく。マシンガン撃つけど、当たらない。あ、奥にいるね。奥にいるけど、あれ撃ってもなぁ。押した。さあ、横回って、なんかチュンチュンいってるね。お、すげえ撃ってんじゃん。当たんのか？すげえチュンチュンってる。今回も結構ガンガン押せ押せな感じで攻めてるね。この時点で79カウントか。あんま味方も死んでないかな。敵がね、いないんだよね。どこにいんのかな。取られてる様子ないんだよね。ロケットランチャー。落としてから。おっと？こっちもバリア展開。はい。いいね。この倒し方。これがバリアの使い方です。ああ、そっちか。見えてなかった。やらちったよ。で、3480ポイント。まだ5000には遠いな。てかね、あのね、なんか敵のヒーローが、レイとハンソロだったかな。で、こっちがダースモールとボバフェットなんだよね。なんか時代おかしくね。まあいいよ。ダースボールはいいよ。エピソード1の時だから。で、なんでレイが出てくるのみたいな。なんでボバフェットいるのみたいな。さあ、進軍していく。ちょっと奥に赤点が見えるんで、グレーを適当に投げてヒットしていく。さあ、ここで、味方のケツに、めっちゃ当たってこれ、意味ねえな。やめよう。使いどころが難しいんだよね。遅いんだよ、これ。めっちゃ遅くなるんだよね。あ、やられた。さあ、バリア剥がれちゃったか。さあ、行くぞ。今回はまあね、ボバフェット使っていこうかな。あれ、エピソード1ってボバフェットいたっけ？あれね、なんか、後の456出てきたのがジャンゴヘッドで、逆だっけ？忘れちゃった。ちょっとね、しばらく見てないんでね、もう一回、見直さないとダメっすね。12月に映画が出るんでね、それまでね、一回見直していこうと思って、おーっと目の前の敵にやられてしまう。びっくりした。ヴァンガードって強い銃でしょ。朝だったの。あれね、有効活用なかなかできてないんでね。さあ、なんかさっきと同じような展開だぞ。結構余裕がある状態での攻めになってるけど、
まあでも、ね、試合は最後までわかんない。おっと目の前に敵、フォームを投げてバリアを展開していく。で、ガンガン倒していく。いいっすね。で、中入って、打っていくが、結構守りが硬いんで、E ボタンで、この、ドリドリス、すげえ打ってんな。ただ、何も当たらないっていうね。よし、じゃあここは、任せろ。私が、おつかバレてねえし。全然、あのストームトゥルーパー無視してたぞ、俺。ここ守んなきゃ。ボムとか投げ込みゃいいんだけどね。さあ、これは、いけるかな？もう片方はもう選挙終わってるなと、ここだけね。お、ドロイドくんがこっちの様子を見に来て。さあ、もうちょっとだ。65カウント。これはいけんじゃないか。お、なんか飛んでった。かっこいいな、あれ。はい、選挙した。次のところへ行くが。そうだ、なんかこっちもあるんだよな。こっちから行ってみようかな。さあ、ドロ、こっちはこんなドロイドいたっけ？こんな色のドロイド。エピソード1だとね、なんかね、シールド貼りながら、なんか転がってきてさ、急に展開してシールド貼りながら撃つやついたし、あいつなんかすげえ恐ろしかったんだけど。なんかゴロゴロ転がってきてさ、ガチャンガチャンつって開いて撃ってくるやつ。あれがね、俺めっちゃ恐ろしかったんだ。超怖い。あのね、なんかバリアがすごい綺麗なんだよね。はい、ボムぶん投げて。お、お、ダースモールさん。来てますね。よし、一緒に行くぞ。さて、さっさと占拠して、後ろのやつをやっていく。で、ハンソロか？倒したぞ。いいっすね。で、なんか、バリア展開しちゃったけど、これは、あ、やばい、やばい、やばい。ジェダイが、あはは、この時代にそこまでジェダイがやってきたぞ。エピソード7のジェダイ。レイかな？ダースモール使いたくなってきたな。いや、ヘビーで行こう。すげえな。ジェダイがやってきましたよ。お、選挙してる。これいけるか？さあ、頑張れ。どうしようかな。ボムぶん投げました。おっと、奥のやつ。やばい。結構硬いな。なんか硬いぞ。おー、いって、なにこれ。あ、ロケットランチャーか。ロケットランチャー食らっつって。あ、ボバフェットいけますね。さあ、じゃあこれを使って、プレイしていくぞ。さあ、ボバフェット使ったことないんだよね。これ何？ロケット？ロケット。右クリック何これ？あ、飛ぶのね。こうやって飛ぶのね。うわ、難しいぞ、これちょっと。あ、難しそう。で、銃撃って。はいはい、まあメインは普通に。おー、なんかめっちゃ出てきた。おー、おー、おー、倒した。あ、右クリックでね、飛ぶのね。はいはいはい。じゃあ、どんどん銃撃っていくよ。で、なんかよくわかんない。あの、上のやつ、これ何これ？なんか光ってるし。下がろう。ちょ、一回退避して、横から、撃っていく。はい、こっち見てない。チュンチュン撃っていくよ。どんどん撃っていくよ。はい、撃っていく。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。よし、背中。よし。下手だな、俺、当てんの。つか、このね、飛びながら撃つのすごい難しいね。慣れてないんで。最近普通のなんかリアル系なのかな、あれ。FPS しかやってないから。飛びながら撃つってのはすごく難しい。さあ、スキルを使っていきたい。おお、目の前。はい、チュンチュン撃って。ちょっとね、ボバヘッド、このボバヘッド下手すぎます。さあ、進軍していくぞ。撃て。当たらない。もうミサイルとか撃った方がいいんじゃないかな、これ。ちょっとミサイル撃ちたいっすね。おー、ミサイル撃った。これ当たってんのかな？ごめん、適当に撃ったわ、今。適当に撃っちゃいました。この E ボタン何かわかんねえんだよな、ほんと。ちゃんとね、説明見なきゃダメっす。これも説明書見ないでやるタイプなんで。なんか感覚だとわかんねえっす、この E ボタンの効果。さあ、飛んで、中に入って、もう占拠しなきゃダメなんだよな。ちょっと中入っていくか。中入って、チュンチュン撃っていくよ。はい、倒した。一人倒して、なんか、すげえ食らった。なんだこれ。明るい。眩しくて見えない。さあ、中入って、チュンチュン。お、あれ、半ソロじゃないですか。ミサイルを、ぶち当てて。はい、倒していく。いいね。気持ちいいっすね。
さ、チュン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 って、その辺のやつ、ちょっと待って、やばい、ジェダイがいる。あ、ジェダイちょっと、うわー、やられた。キック?キックでやられたの、俺。ライトセーブじゃない。はい、ポイントなくなったんで、なんかよくわからん。この、バトルドロイド。あ、いたね、こんなのね。こんなんか、ジャミラみたいなやつ。飛んで、あ、終わったし。マジか、カウントゼロですか。ということで、ちょっと負けちゃいましたね。ちょっと私のボバヘッドがちゃんと仕事できなかったせいで、負けちゃったのかもしんないけどね。ダースモード使えなかったかな。はい、ちょっとヒーロー慣れてないんで、こんな感じになっちゃったけどもね。まあ、面白かったんでね。いいでしょう。いやー、だから帝国陣営で、まあ、帝国じゃないか。ストームトゥルーパーの陣営でちょっとプレイしたいですね。あの、向こうのね、ジェダイ使いたい。エピソード7のレイ。はい、ということでね、続きプレイしてきます。